はい、どうもこみです。さて本日はこちらホームの関西クラクラクラブからお届けしたいというふうに思うんですけども、リーグのね、中身を見ていきたいというふうに思います。で、本日のテーマはですね、サザンクロスですね。皆さんサザンクロスもう大丈夫だろうっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけど、僕はまあね、まだ苦手ですね。あんまりなんて言うんでしょうね、ちょっとずつこうね、マイナーチェンジがされてたりして、決まった攻め方がガツンと刺さんないなんていうことがねあって、迷うことが多々まだある、そういう配置かなというふうに思います。で、そのサザンクロスに対して本日ね、どういう攻略法を紹介するかっていうと、ホグライダーですね。で、ホグライダーってですね、結構そのスピード感持って全開まで持っていけるんで、時間切れのリスクが、ディガーとかよりは少ないというメリットがありますよね。で、サザンクロスをクリアする場合って、結構いろんなところにこう目を移していかなきゃいけないんで、つまりそのやることも増える。そうすると必然的に一定一定に時間がかかって時間切れというケースがある中で、ホグライダーを使うっていうのは、そういったね、時間切れの防止にも一役買うのかなというふうにちょっと思うところがあって紹介したいと思います。で、ですね、今日合計4本動画見てもらいたいと思います。1、2、3本目ホグライダーです。で、3号の1本目はドラゴンですね。サザンクロスって言ってもいろんな取り方があるんで、ドラゴン戦術も1本紹介したいというふうに思います。で、3番目は僕の失敗例ですね。ぜひね、そこまでは最低見てほしいというふうに思うんですけども。これですね、アーチャークイーン食い火で、まず、ここ、あいつの防衛軍を潰していくんですね。ホグライダーを使うんで、もうこれが本当もう天敵です。これプラスヒーローですね。これはしっかりと防衛軍まで、アタクイで、処理していくという形ですね。で、もう一個は、こうシングルインフェルノタワーありましたね、ここ。シングルインフェルノにバルーンを当てていくんですね、こうやって。フリーズプラスバルーンにフリーズを当てて、折っていくという形を取ることによって、アーチャークイーンがこれどっちに行ったとしても、別に、シングルインフェがないから、レイジークロークさえあれば乗り切れるという形になりますよね。このような、状況を作り出すことによって、クイヒーパートが、ね、最終盤まで残るような、お膳立てをするということですね。で、もう一手はですね、相手のアーチャークイーン、なんとか処理したいというところになります。なので、バーバリアンキングを、こちらですね、十字面から、キング出していって、で、ホグライダーの大群を一気にこの面から出てくるんですね、こんな感じで。ガツンとですね。で、そのホグライダーをこのままぐーっとこっちまでこう回していく、3時方面まで回していくという形になります。で、これをやりながらタウンホールどうケアするのっていうと、突撃艦を当ててくるんですね。中にはイエティプラスの、スニークゴブリンが入ってます。このスニークゴブリンね、もう今この環境になれば誰かしら多分持ってる方がクランにいると思うので、タウンホール13でしたら使いやすいし、12でもこれやれるのかなというふうに思います。で、このままですね、一気にホグライダーにヒールをかけ続けながら最終盤まで押し切っていくという形ですね。ヒールもう一個残ってるんですけど、このヒールほぼもう必要ないレベルになっちゃってますね。このホグの残り方が非常に、大量で、もう別にヒールなくてもこれ全開までいっちゃうという絵が見えますね。もう最後のヒール本当おまけでしたね。というところなんですよね。これね、言葉で言うは安し、やるはガタシってやつで、本当に。サザンクロスの攻め方って、もう一個はですね、今みたいにバルーンとかで、一個、この区画を落としていくような形を取りますよね、バルーンで。で、もう一個は、ロイヤルチャンピオンで落としていって、で、一気に真ん中ドラゴンとかね。こんなような攻め方っていうのもあると思います。ただ、そのね、ドラゴンをじゃあみんな使えばいいじゃんかっていうと、多分僕そうでもないと思うんですよね。得て増えてっていうのが個人にあるので、個人個人に。自分が使い慣れているユニットをなるべく使った、攻め方っていうのを取り入れるのが、一番ミスも少ないのかなというふうな、気はします。ので、そういった意味で、サザンクロス動画って私過去にも何本も上げていて、ぜひですね、皆さん私の、プレイリストがあるので、そこに、過去動画のね、テンプレ攻略ってまとまって入ってます。で、サザンクロスも何個も入ってるので、ぜひぜひ自分の攻め方に合ったものをね、その中からこう漁ってもらえたらというふうに思うんですけども、ドラゴンを結構中心に紹介したこともあったし、バルーンも紹介したこともあったし、こういうホグライダーもあります。なので、その辺っていうのは自分のね、プレイスタイルに合ったものっていうのもぜひぜひこう選んでもらえると、角度がちょっとはこう上がってくるのかなという気がします。はい。というところでですね、次もう一本ホグライダー。これも成功例ですね。やっぱ上手い方の成功例っていうのは非常に参考になるので、まずは2本見てもらって、私の失敗例を3本目見てから4本目ドラゴンという形でね、いきたいというふうに思うんですけども。
ですね、これはゴム星人さんですね。ケイスケ実況局さんにもアミタイスキーさんというアカウント名で、いらっしゃいます。まあ、残念ながらですね、このクラン対戦リーグを最後にちょっと別のクランさんにね、移籍されるということになっているので、ウィーニングのね、ランじゃないですけどもアタックを飾ってくれたっていう感じですね。で1区画やっぱりね潰すっていうのが重要です。なので、このゴム精神さんも同じようにここ、同じようにでもないな、ここのシングルインフェルノに対してはバルーンを当てていってますよね、こんな形で。で、バルーンを3次側当てながら、この6次側のここですね、ここに対してはキングを当てていってますね。でこうすることによって、キングの仕事量としては、防衛援軍を釣り出しながらのクロスボウ2本の処理と、いうことでそんなに多くはないんですよね。ないんですけども、この区画の処理っていう考え方でいうと結構、まあ、その後の終盤に、つながるいい仕事をしてくれたっていうことになるんじゃないかなというような気がします。でこれですね、突破艦を使って突破艦突撃艦を使っているわけではなくて、ウォールバッサーを使っているんですね。でこれの中にちゃんと、イエティと多分これスニーゴブかな、スニークゴブリンが入っていると思うんですけども、これね突撃艦やっぱりね、使うのがやっぱテンプレ化してますけども、ウォールバッサーもいいですね。こんな形で、エアスイーパーだったりとか、あとは、黒風船と言われる、ホーミング爆弾ですね、あの辺によって途中で落とされちゃうとかいう、心配があまりない。でさらにはトルネードトラップが来たとしても、今みたいに食い火を出して、その食い火の裏から、ウォールバッサーを出していけば、そんなにですねダメージをたくさん受け続けながらウォールバッサーが進むわけではないんですね。なのでしっかりタウンホールに届くという意味では、突撃艦一択っていうのも見直す、必要はあるのかなって思います。でこれ12時側に関してはロイヤルチャンピオンを当てていって、ここのシングルインフィを追ってきましたね。こういうところもやっぱりですね、よくやっているなっていう気がしていて、各区画があるじゃないですか。この、このサザンクロスっていうのは中央のタウンホールも含めて、と1、2、壊した順番に言うとこんな感じ、1、2、3、4って書いたこの区画をそれぞれどう壊すかが、すごい重要になってくると思うんですけど、ゴム星人さんはここを、バルーンで、こっちをキングで、こっちをロイですよね。で、こんな感じで潰していってます。で、やっぱヒーローをふんだんに使って、こんな風に区画ごと潰していくっていうのが、無難な方法なのかなっていう気はします。1本目の、ニャーさんのアタックっていうのも、バルーンをやっぱ1個使って処理しながら、あと残りの3区画っていうのはみんな、ヒーローパートではなく、ホグライダーで回していっちゃいましたけども、それもそれでいいと思うんですけどね。今みたいにヒーローで1区画ずつこう潰していくと、例えばホグをここから出したとした場合に、今どっか出てきたと思うんでしたよね。こういかないんですよね。じゃなくって、そのまんま次の区画にこう行ってくれて、こういう風に回っていく。こう回りをしないので、このワン、ツークッションがないんですよね。もうワンクッションで一気にこの次の、施設の密集帯まで行ってくれると。いうことで、歩く距離が短くなれば罠にもかかりにくいしと、という利点がありますのでね。区画ごとにやっぱりヒーローで潰すっていうのは、いいのかなっていう気がします。で、ですね、今回私の失敗っていうのは、このニャーさんのアタックをちょっとね、真似してみようかなっていうふうに思ったんですよね。マサルさん。援軍ありがとうございます。真似しようと思ったんですね、ニャーさんのアタックを。で、ものの見事に失敗したということですね。再現性取れるかなと思ってやってみたんですよ。そしたら、意外と難しいポイントがあって、で、この難しいポイントを逆にお伝えできるかなと思って、これを、あえて取り上げました。ですね、考え方としてはちょっとね、そのポイントポイントの話をしたいんで、先にプランニング話しますね。ここ、まずバルーンで潰します。バルーン。で、こっちに関してはもうホグライダーですね。ニャーさんのプランと同じで、各区画に、それぞれヒーローを当てるってことはしませんでした。ホグライダーを当てていきます。で、ここからクイーンですね。アーチャークイーンを、真ん中に向けて突撃させていって、で最後、タウンホールには突撃艦を入れていくと。こんな感じですね。で、この動画を流しながら喋りたいことっていうのは、自分が、その時に何を見てたかっていうところをちょっと詳しく話したいと思います。で、それを話すことによって、なんで見せたかが多分かなり明確になると思うので、ぜひね、そこ、お聞きいただけたらというふうに思うんですけども、まずは、これ、テスターがないかどうかチェックしてるんですね、このバルーンって。で、アーチャークイーンがしっかりこの、クラン城の方に向かうように、ウィザードでカットを入れながら、アーチャークイーン空気展開していきます。で、序盤ね、ストレージが結構あったんで、時間かかるだろうと思って、ここ、
これですね、アージャクイーンを目を離してこのバルーンたちにこう目を向けてたんですね。なるべくそのヘイストバルーンフリーストを打っていって、でもエアスイーパー来ちゃったよ、どうしよっかなっていう風に思って、バルーンパートを見ててですね、アーシングインフェルノこれ壊れるなと思ったらもうすでにアーチャークイーンの体力がないと。でレイジを急いで打ったけど もう手遅れでクロークを使わせちゃったんですね。クロークプラスレイジの重ね掛けって本当にもったいない使い方で、これ絶対分けるべきだと思うんですけど、でクロークを使っちゃったおかげで釣り出したアイスゴーレムがこのポイズンの輪の中から外れちゃったんですね。でなんとなんとこのクロスボウ2本に打たれながら時間差でこのアイスゴーレムが襲ってくるという、まあ、驚異的なこの状況になってしまったということで、もうこれはもう泣き入れが入りますよね。ウィザードを出して何とか早く処理しようと思ったんですけども、これはもうやべえレイジー切れんなと思って出したのがホグライダーですね。でバーバリアンキングを出して、このアーチャークイーンがいるんでね、なるべくババキンを使ってカットをしながらアーチャークイーン処理したかったというのがあって出してきました。で、この時はホグライダー見てますね。私フィストを使って、キング急げとしながらホグライダー見てます。イーグルの呪文をかけていってこう突破感出しましたね。イーグルの着弾と同時にトームを打ったんですが、ギリトームに入らないと。でこの時でもクイーンは全く見てません。呪文も何も使いようがないんで放置ですね。でこのタイミングでロイヤルチャンピオンまで出してるんですけども、さあタウンホールにねイエティとスニーフゴブリンが向かったんで、落ちねえかな大丈夫かなってこう見てたんですね。ずっと見ていたらあれよあれよという間にここホグライダーがね全部消えちゃったんですね。ヒールの呪文を使うタイミングが遅れちゃって、でこのシングルインフェルノの前にあったここに投石があったんですよ。ここに投石があって、それにですね目を奪われて、そこを見なきゃいけないのにタウンホール見ちゃったから、本来かけるべきヒールのタイミングを誤っちゃって、まあ、結果的にこうねホグが全部起こっちゃったということになりますね。でまあ、今回の失敗につながったまあ大きなポイントってやっぱ2つで、1個1個のパートに目を奪われすぎてたんですね。例えば、2つですね。ここで言えばもうバルーンにヘイストかけてフリーズ使った瞬間に、もう一連の動作終わってるじゃないですか。もうこれはもうプランニングでやろうと思ってたんで、終わったらもう目を離してアーチャークイーンのクイヒーパート大丈夫かなってところにこう視線を移すべきだったんですね。いつまでもシングルインフェルノ壊れるかなって見てるから、複数の攻めをする場合に一個一個の動作がゴテゴテに回ってしまう。やるべき作業を終わったらもうそれの次のパートにすぐ頭を移すってことをやっぱすべきだったかなというふうに思います。でもう一個はこれですよね。これ突撃艦これ当ててから、あと行くか大丈夫かななんて見てる必要ないんですよね。もう突撃艦が真ん中に刺さろうが刺さるまいがもう使える手は限られてるじゃないですか。トルネードトラップがあったとしても、まあバネトラップがあっても何があってももう突撃艦に入れたスニークゴブリンとイエティにもうタウンホール任せるしかないんですよね。任せるしかないのにいつまでもそこに目を当ててるもんだから、本来守るべきホグライダーに視線が移らなくってヒールが遅れちゃう。まあその結果ヒール1個無駄にしちゃった上にホグライダー全部なくなっちゃうというね、こういう情けない結果になってしまうので、ぜひぜひですね同じ鉄を踏まないように皆さんもお気をつけいただければと思います。こういうスザンクロスってやることが多いので、一個一個ちゃんとね的確にやっていければパターン化して取れちゃうのかもしれないんですけど、今回のケースっていうのはちょっとねやることを一個一個に目を奪われすぎたのがまあ大きな範囲でもう焦ってゴテゴテみたいな感じになってしまったのかなっていう気がします。まあまあまあその辺っていうのが反省点なので、皆さんもお気をつけいただければと思います。さてではですね、最後4本目見てこの動画を終わりにしたいというふうに思います。ラストドラゴンですね、見ていきましょう。これかな、ホッシーさん、今回ホッシーさん3回出て星3、3つみたいなね、すごい大活躍だったんですけど、ホッシーさんもね、今回、この対戦を最後にね、オンリークランに移られるということで、いろんなクランさんも、回る予定になってるみたいですね。さあ、で、これも同じような形になってます。まずアーチャークイーンではないな、ロイヤルチャンピオンで、このマルチインフェルノを処理してますね。で、マルチインフェルノがあった場合っていうのは、ロイちゃんがめちゃくちゃ強いですね。逆にバルーンだと、落としきれないんですけども、ロイちゃんを使えば、まあ、ほぼほぼノーリスク状態で、マルチインフェルノ1本折れちゃうので、ロイヤルチャンピオンの仕事としては少しもったいないんですけども、まあ、援軍をね、これ釣らないように、やっぱドラゴンの場合はしていきたいじゃないですか。陸の援軍、ラバーハウンドとか、あとは、アイスゴーレム。回復だったら釣れないような援軍を釣っちゃうともったいないんで、
やらないようにした方がいいですね。でアーチャークイーンとババレンキングでイーグルホームまで追っていって、もう一区画ここですね。これに関しては、バルーンにヘイストでやっぱり、シングル IT を追っていく、フリーズも添えるという形ですね。ドラゴンパートに関しては、ここからですね、ドバッとこう入れていきます。ドラゴンですね、ガーンってこの。でそのためのカットもう、12時側はカットができてますね。ここはで、この9時側に関しては突撃艦の中に、バルーンとあとは、ライドラ入れておいて、レイジクローンで一気に、増やしながら、HP 上げ、攻撃力を上げて破壊していく、まあ赤錦ですね、二足二竜を使っていくという格好になってます。でそうするともう中心部にドラゴンが向かうしかないので、これも非常にいい星2延長の全開のパターンが見えてきますよね。で、バルーンたちちょっと先行しちゃいましたけども、遠目かけてドラゴンを守るという形で、このままあとは惰性で一気に押していっちゃうっていう感じになります。あの壁の施設レベルとかがちょっとまあ低かったり、大砲のレベル低かったりするんですが、投石機だったりあとはクロスボウ、タウンホールっていうのはしっかりとレベルがマックスになってるんで、まあ、このパターンっていうのもあの使えると思います。で、まあ、投石機の位置がどこにあるのかなとか、シングルインフェルノなのかマルチインフェルノなのかとか、まあ、その辺のパターンに合わせて、このですね、戦術を使い分けてもらうというのも一つあるし、まあ、冒頭言ったように自分がドラゴンが得意なのか、それとも、まあホグライダーのがいいのかとかね、その辺の、まあ、たまたまラバルがいいのかとか、あのその辺の得意戦術によって使い分けてもらうもよし、あのパターンとしてはいくつかこうちょっとね、本当はあの戦術ごとにまとめられたらよかったんですけど、まあ、この長いようで短いリーグの中でね、ちょっとそれができなかったんで、ちょっとごちゃごちゃっと戦術面では混ざって入ってますけども、あ、まあ、私のプレイリストにサザンクロスの攻略が入ってますんで、それをね、ぜひ漁ってみてもらって、自分の得意戦術の動画を中心にこう見ながら参考にしてもらえたら、いいんじゃないかなというふうに思います。はい、というところでですね、本日サザンクロス特集をお送りさせていただきました。ぜひ皆さんの参考になるねアタックだったりアイデアがあれば非常に嬉しいなと思います。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴もどうぞよろしくお願いいたします。ぜひですね、皆さん関西クラクラクラブにも遊びに来てもらえたら嬉しいなと思ってます。タウンホール13今中心になってきてます。もうチャンプに上がっちゃうので、リーグがやっぱりね、タウンホール13の中でもそれでもやっぱり選抜メンバー中心って感じにはなってくるんですけども、 JWC のねセカンドシーズンとか、あのそういった大会にもどんどん積極的に出ていきたいと思いますし、まあ、交流戦もね、ガンガンやっていきたいというふうに思ってますので、対戦好きだよという方はね、タウンホール12から一応、募集はしておりますので、遊びに来てもらえたら嬉しいです。というところで本日終わりにします。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。